おい。おや、霊夢、どうした？なんだか調子が悪そうだが。うん。どうにもこうにも。最近、食欲がなくてさ、どうもバテ気味なんだよね。それはいかんな。それならば。それならば？そんな霊夢に、マリサ特製、スペシャル調合薬を授けよう。調合薬？おう。最近、転生後跳躍をする魔女が主人公の漫画を見てな。私も跳躍を生業にしようかと思ってな。さ、マリサに跳躍のスキル、あったっけ？あははは。はそんなスキルなどない。だが、幸い、我が家には秘伝の調合薬レシピが残されている。これを使えば問題ないんだぜ。さあ、飲め。いやいや。信頼のしの字もないんだけど。なん、大丈夫だ、多分大丈夫なんだぜ。ええー。文句言わず飲め、ゴルア。うぐぐぐぐ。ん？これ、見た目ひどいけど。なんだろう、意外にまとも。そりゃそうだ、万人受けするよう、いろいろな成分を配合しているんだぜ。それに。おお、体の中から。なんだかモリモリとやる気が出てきたぞ。大成功だな。これ、すごいね。一体何が入っているの？これか？これには、数種類の薬草、キノコが含まれているのだが。一番は、やはり、新鮮な馬のあれを入れているんだぜ。ほへ？ま、マリサ、今なんて言った？いや、だから、馬のあれなんだぜ。馬のあれには大変効能があると、監督と主から渡された台本にも書かれていてな。その馬のあれを濃縮してみたんだぜ。うげげげげ。あれれ、霊夢、一体どうしたんだ？まあ、いいか。そうそう、それでは今回も、スズメのお宿の動画を。ボップ。マリサ、よくもあんなとんでもないものを。何を言うんだ霊夢。馬のあれは滋養競争に効能があり。なんと、妖怪さえ好んで欲するものなんだぜ。妖怪も？てか、私、妖怪ではないし。そもそも、それ、どういうこと？ほれ。今回の台本だ。なになに？それは江戸時代、享保11年のこと。白川藩の城下町での出来事と言います？白川藩といえば、寛政の改革で有名な松平定信が藩主を務めていた藩だが。ただ、残念ながらその当時はまだ生まれてすらいないんだぜ。まだ定信の祖父にあたる徳川吉宗が、バリバリ現役の将軍様の時代だね。そんな白川藩のお膝元の城下町に、江戸へ向かう大名のご一行が通りかかった。それは現在の山形県に存在していた庄内藩の面々です。庄内藩を治めていたのは徳川家譜代の大名、堺氏だ。そして、年代的に、当時の藩主は堺忠真であると思われるんだぜ。ところで、一行が城下町にたどり着いた頃、ちょうど日も傾き始めておりました。そこで一行は、城下町にある旅籠へと宿を取ることにしたのです。その際、旅籠の傍らにある馬小屋には、一頭の栗毛の馬が繋がれた。この馬なのだが、実は殿様の乗馬用の馬であり、それは見事な瞬目だったんだ。ただ、これほど見事な馬です。夜、馬小屋に忍び込み、盗み出そうとする輩が現れても不思議ではありません。そこで、友の者の中より、馬小屋にて寝ずの番をする者が立てられたんだ。殿様の命ということもあり、番の者は怪しい者が入らないか、目を凝らし待ち構えておりました。しかし、江戸へ向かう途中での寝ずの番です。やがて長旅の疲れも現れ、ついにはうとうとし始めました。そしてついに、
いつしか完全に眠りこけていたんだぜ。明くる朝、晩の者は、一番鳥の鳴き声に目を覚ましました。そして、青くなりながら馬を見てみますと、無事、馬は馬小屋につながれております。ほっと胸をなで下ろした晩の者は栗毛の馬へと近づいた。するとどうしたことか、どうにも馬は元気がありません。そこで、晩の者は馬奉行へと馬の様子を報告した。駆けつけた馬奉行は馬の様子をまじまじと見たが、はて、どうしたことだと、ただ首をかしげるばかり。そこで、詳しく馬の体を調べてみたところ。これはどうも、馬が何者かにより精気を吸い取られたようだ、という結論に至ったそうだ。でも、いくらうとうとしていたとはいえ、寝ずの番をしていた者の横をかいくぐり、馬に簡単に近づけるとは考えにくい話です。一同は揃って首をかしげ、何者の仕業であろうか、考えたのだそうです。ところで実は昨夜、この旅籠に、とある一人の女性が宿泊をしていた。その女性は、旅籠から、庄内藩の殿様一行と、そして例の栗毛の馬が旅籠に入るのを見ていたそうだ。するとその女性、やがて、どうにもこの馬の精気が欲しくなってきたのだそうです。そして、皆が寝静まる深夜、女は床から起き出すと、なんと不気味なことに、そのか細い首をにゅるると伸ばし始めたんだ。その首は旅籠の窓から外へと飛び出し、うとうとしている晩の者の傍らを通り、やがて馬小屋へと入り込みました。そして、ついにはその首は馬の股間へとまで届き、思うがまま、馬の精気を吸い始めたのです。こうしてかわいそうな栗毛の馬、精気を大量に吸われ、どこか弱り果てた様子で井戸へと上がっていった。無論、庄内藩一行は、精気が吸われた原因も、そして女のことも、梅雨ほどに知らぬままだったんだぜ。そして、思う存分に栗毛の馬の精気を吸い尽くした、あの女はと言いますと、体中に活力がみなぎったのか、まるで獣のような勢いで、庄内藩の一行とは逆、奥州への道を下りかけ去ったのだそうです。以上、奥州は白川宿に現れた、六六尾の話だ。マリサ。え？一体私に、なんてものを飲ませたのよ。あらあら。馬の精液をふんだんに混ぜ込んだ秘薬。お気に召しませんでしたか？私は妖怪じゃないよ。そんなので喜ぶか。って、そもそも、どうやって精液なんか集めたん？そんなの簡単だ。こうしてこう、首を伸ばして。うらぁ。ふふのふ。それでは皆様。次回もまた、すずめのお宿の動画、お楽しみください。